前回のマインクラフトは松明を持って洞窟へ突入、苦労することなく簡単に鉄をゲット、帰り道でクリーパーを倒しちびっこに殺された、ギャー。しかしアイテムは回収し、目標の全身装備が入手できた。チャキーン。登録。やっぱり全身装備をしてると気持ちが違うよね。まだまだダサいけども少しかっこよく見えてきたぞ。そしてちょっと周りにね、柵をしたのよ。なぜかってなんかクリーパーがここにいて爆破されたのよね。なのでここを囲ってしまって松明を置いて敵が出てこないようにしました。でそして俺のね、天井を見て、ここのね、家の屋上を見てください。ほら、なんとお店が開かれました。まあ、開かれたというか、ただただこいつがここにいたので拉致しちゃいました。そうするとエメラルドでアイテムが交換してもらえるようになったんだよね。とりあえず今日の目標なんだけども、洞窟のもっともっと深い場所に行って貴重な鉱石を取ってくる。そしてバケツに水と溶岩を入れてみる。それをやってみたいと思います。では早速行ってみましょう。うわ、いっぱいおるな。動物がなんか繁殖してる。後々になったらもう動物はさ、家畜としてこう囲んで飼っちゃって、で食べ物はパンみたいなのを作るようにしようか。まあ今はちょっと無理だけどね。ではでは、いつもの洞窟へ到着。まあまずは敵はいないだろうから、どんどん下に行こうか。お、行った。途中にある鉄なんかは全部取っていく。え、なぜか草が生えとるぞ。あれ、なんもないな。戻ってきただけ。あ、ここなんもないな。下掘ってみようか。座標が19ぐらいだから、少し掘ればなんか到着しそうな気もするんだよね。ちょっと掘っていこう。なんかあった。青いやつがある。結構掘ってきたな。溶岩だね、溶岩がある。え、これバケツでどうすんの。こういう感じ。お、違う。え、痛い。救い方が分かんない。やばい。ああ、え、どうやって救うのこれ。あ、こういうこと。あ、取った。取ったっしょ。できた。溶岩バケツゲット。こういうことね。はい。え、これ、あっちに行くとなんかやばそうだな。まあいいや、この青いやつ取ろう。なんだったっけこれ、青。ラピスラズリ。ゲットです。あっちにまだある。いい感じだよ。でもダイヤが欲しいんだよな。欲しいのダイヤ。これ、え、横に掘ってって大丈夫？いや、危ないな。絶対危ないな。これ死んだらもう、どうしようもないからね。え、なんか石が、色の違う石が出てきた。あ、そうか。塞いじゃえばいいんだ。ここをね。あれ、塞げないのこれ。あ、塞げた？これでいいんじゃない？ああ、やばい。ああ、これはどうしようもない。これは、たまらん。嘘。え、どっちだったっけ？こっちか？こっち？この辺だった気がするんだけど。あったあったけども、ええ、アイテムどこにあんのこれ。ちょっと、え、これどうしようもない気がする。え、なに、もういい、諦めた。あれはもういい。ただ鉄が全部なくなっちゃったから、鉄なんとかしよう。せめてあいつだけはぶっ殺したい。せめてこいつだけはなんとかしときたい。ちくしょう、さっきはようもやりやがったな、お前。装備品ないよね。もう諦めた。もう完全に諦めたわ。やば。よし。だいぶ持ち直してきたぞ。
もう装備全部落とした時はもう、絶望したけどな。なんとか持ち直してきた。あったあったあった、鉄あったあった、鉄、鉄。やばいなぁ。お腹空いてるなぁ。でも食べるのがないんだ。ゾンビ肉しかないか。やべえなぁ。またなんか死にそうな気がしてきた。ああ、よかった。家が見えてきたけども、エンダーマンとかいる。ちょっと、ちょっと命からがら逃げてきた。食べ物がね、もうない。そこをついた。食べ物絶対いるな。もうさっきの洞窟はダメだ。さっきの洞窟はもう取り尽くしてるから、もう新しいとこ行こう。古いところはもう捨ててね。新しいとこを行ってみましょう。なんかここもうスケルトンばっかり。なんなんこれ。モンスターハウスみたいな感じ。とんでもない。なんだこいつら。あ、スポナーがあるのね。なんだなんだ。そりゃ湧くわ。スポナーがあるんかい。あ、壊した壊した壊した。よかったよかった。こいつおかしいと思ったんだ。いや、激しい戦いだったわ。で、ここになんかね、チェストがあるのよね。なんだ、おーおーおお、なんだこの丸いの。音楽ディスクっていうのがある。あ、エンチャントした本っていうのもゲットです。お、なんかついた。ほとんどがこの溶岩で、これどうしようもないんじゃない？これどうすんの？横を削っていく感じがいいのかな？よっしゃー、金ゲット。新しい鉱石が手に入ったよ。あれ？これってさ、黒曜石だよね。ダイヤモンドじゃないと無理か？絶対黒曜石だよね。無理か。あ、無理なんだな、これ。おっと、あった。ラスピスラズリか。ロストしたやつがどんどん出てきていい感じ。ダイヤモンドがどこにもないな。新しい鉱石としてレッドストーン、金、ラピスラズリゲットしました。ダイヤモンドがないね。あれ、ほんとなかなかないもんなんだろうな。とりあえずのここを一時拠点として、ここで休憩しながら捜索を続けたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。